歌手俳優の鈴木愛理29が6日自身のインスタグラムを更新し、背中を大胆に見せた和服の写真を投稿し、ネット上で話題となっている。インスタではピアニスト菊池亮太さんと、当日の桜は最高に見頃な状態、お天気にも恵まれて幸せな1日でした。このステージにボーカリストが立つのはなんと私が初めてだったそう。なんと光栄すぎることでしょうと報告。